一平さん大谷のお金で勝手に32万ドル分の野球カードを買っていた。大谷の財務顧問たち日本語話者は口座のアクセス権を与えられていなかった。大谷が拒否していると水原は伝えていた。水原は同口座から偽名で32万5000ドル分の野球カード1000枚も購入していた。銀行詐欺に対する法定刑は30年以下の懲役と定められている。通訳の立場フル活用やな。おまけの中身が知りたくて経線。おまけの中身はマネロンか。野球カードって向こうでそんな価値あるもんなんやな。転売目的か？面白いエピソード無限に出てくるやんけ訴状。明日のワイドショーは2時間一平スペシャルでいいぞ。野心はすごかったみたいやし周りの金持ちたちに追いつくために一発逆転を狙ったんやな。事実は小説よりもきなり？やっぱノンフィクションよ。賭博も記録一平映画化はよ。